お兄様、お兄様ですね。どうぞ、入っていいですよ。何かご用で。私は、今そんなに忙しいわけではありませんが、どうなさいました？例の約束って、何のことでしたっけ？なるほど。あの時の、私が負けたら、膝枕で耳かきというお話でしたね。本当にするんですか？しょうがないですね。じゃあ、こちらへどうぞ。膝に頭を乗せていいですよ。お兄様、すごく嬉しそうですね。わかりました。私も手が抜けませんね。では、始めさせていただきます。失礼します。結構溜まってますね。よし、頑張ります。
これぐらいですかね。お兄様のがたくさん出てきました。こっちはこれで終わりですかね。細かいのは拭いちゃいましょう。あれ？お兄様、どうなされましたか？くすぐったかったですかね。さてと、次は左耳ですね。私の方を向いてくださいね。はい、ご覧として。始めます。こっちもたくさん出てきましたよ。あと、もう少しの辛抱ですからね。
疲れ様でした。こちらの耳もすっきりしましたね。最後にご褒美です。お兄様、ご満足いただけましたか？もしまた、私に何かの勝負で勝ったら、お兄様の要望に応えてあげますね。